僕がテニス部に入ったきっかけが、うん、その時テニスの王子様が流行ってて、でいざ入ったらゴムボールみたいなの渡されてますよ。もうプンプンしたやつこれな練習球なんだなって思って、ずーっと 1,2 年このまま来て、3年生だけ大会なんか別の会場でやっちゃうんですよ、うん、なんでそれだけ見れてなかったん で3年生になってやっと自分の大会だって言って、で大会になった瞬間にボール渡されてプニプニなんですよ。何これって言われて、これ何ですかって、練習球ですかって言ったら、いやこれ本番用ですよって言われて、でそれでもうソフトテニスだったっていう話なんですよ。最後の問題で、はい、いいですか。はい、じゃあお願いしますね。今一番したいことは、せーの、実は僕藤岡弘に会ったことがあります。タモくんや。どこでやったんですか。金沢のあの公認部109。いや藤岡弘109来ないっしょ。小学校6年生の時俺たまに行ってて、よーいストレッチ。まあまあまあね、やっぱりね、男女がね、こうやっぱり友達からスタートする パターンもやっぱありますよ、それ、うん、ワンステップ大きくなる分、やっぱリスクが高い、リスクが高い、やっぱり、はい、やっぱリスクが高いんで、だったら、まあ、友達からじゃなくて、もう初っ端からこう時間を置かないで付き合った方が、いやでもいいんじゃないですか、飛び級しちゃってもいいんじゃないですかね。飛び級はちょっとね。いやでもね、やっぱりそこから物語るその人たち、その二人のストーリーもあるわけですから。いや、まあね、友達で終わっちゃう、まあ終わっちゃうというか、まあそこからこうね、次に発展したら、まあ次のステップに行けるわけですからね。いやまあまあ、ええ、多分次のステップまで行かないと思います。いやいやいや、でもあれじゃないですか。でもだってそんな幼馴染みとかね。学生時代幼馴染みで友達とか、でそこから付き合ってとか。そしたらもうやっぱりね、すごい、なんかね、昔の話しに来たりとか、なんかあの時はこう、仲良かったりとか、まあキュンキュンした。だいたいキュンキュンまで行かないもんすよ。こんな感じで、お題をやっていきたいと思います。じゃあ今から面接始めていくので、はい、まあ、右の方からじゃあ自己紹介の方をお願いいたします。はい、僕は、寺坂正人、28歳です。出身は石川県で、京都理容美容専修学校を経て今回御社に入社しようと思いました。よろしくお願いします。え御社を希望した理由を、はい、どうぞ。はい、私は、この髪の毛に髪型ってヘアケアに携わって、お客さんを輝かせて、巡り巡って世の中を明るくして世界平和をしていきたいなと思ったので、御社に入社を希望しました。はい、短所言っていただきましょうかね。そしたらじゃあどうぞ。はい、私は入ったら何をしたいと思います。そうですね、なんだろうな、ヘアスタイルを作ったりとか、カラーをしたりとか、パーマを自分に、違うお客様にやったやっと来た。